というわけでドルフィン杯の後半戦やっていきましょう。こちらも前回と同じですね、3つのステージに分かれています。で、後半戦は新しくですね、こちらのチケットですね、期限付きのチケットというものが新しく追加されていますね。ドルフィンチケット B ですね。このランクポイントのところに置いてありますね。で、このドルフィンチケットの B ですね、新しく追加された方ですね、この一番最後の方に置いてあります。結構周回がきついんでご注意くださいよ。で、イベント称号はこちらの8000くらいまでポイントを貯めないといけないみたいなんで、こちらもご注意です。こちらですね、交換しちゃいましょう。結構回しましたよ。こちらですね、こちらの称号もコンプしている方はご注意くださいね。ではこの普通の通常の方ですね、サインのないものを交換してしまいましょう。こういうのは大体多い方から交換していった方がいいですね。よし、よし、初獲得です。まあ、せっかくなので重ねていきましょうですね。これをベースにして重ねていきましょう。進化シーンです。さあどうなるんでしょうか。はい、なんだか力がついた気がする。おお、これは遊園地で遊んだ後の帰り道みたいな感じなんですね。これは素晴らしい発想ですね。よ、せっかくなのでこちらですね、組み込んでいってみましょう。これはスキルは攻撃スキルでいいのかな、ですね、オフェンスですね、使ってみましょう。あ、来ましたね、使ってみましょう。どうなるんでしょうか。あ、これも加速系ですね。結果はこんな感じです。この加速系のカードも複数出てきたので、うまくやりくりすればいい感じに得点していけそうですね。ではでは皆様、こちらの最終地ですねまで回ってサイン付きのカードを集めていきましょう。こちらですよ。